はい、皆さんこんにちは、 mwebcom1 です。ですね、今日は缶コーヒーになります。これはですね、本当はあったかかったんですよ、本当は。でもですね、僕まとめ買いをするんで、もう冷たい状態でもうお届けしようかなと思って、今日はですね、サントリーさんが出しているボス、レインボーマウンテンブレンドをね、今日は、ご紹介していきたいと思います。ちょっと噛んじゃったんだけど大丈夫かな。はい、では外観です。こんな感じになっています。カラフルでいいよね、結構ね。ここはね、ごく普通でね、ここに賞味期限が書いてあります。ではね、いただきたいと思います。ちょっと賞味期限が切れちゃったんだよな、大丈夫かな。ではいただきます。ああ、切れてないですね、大丈夫ですね、大丈夫ですね。うん、うまい、美味しいですね。ちょっとお待ちくださいね。さっき切れてるって言ってたんですけど、切れてなかったですね、大丈夫ですね、すいません。美味しいですね。あ、切れてんのかな。まあ13年、あ、すいません、2014年でした、すいません、11月11日、すいません、僕の間違いでした。僕ね、あったかいやつもこれ本当はあったかかったんですけど、僕まとめ買い冷たいのないんですよ。コンビあるかもしれないですけど、うん、美味しいです。まあね、次もね、とろけるカフェオレがあるんですよ、ね、大丈夫かな。大丈夫ですかね、大丈夫ですかね。まあね、紹介していきたいものがいっぱいありましてね。はい、ではね、今日は、サントリーさんが出しているボスコーヒーレインボーマウンテンブレンドね、エスプレッソって書いてあるんですけど、エスプレッソなんですけど、もしよかったらね、してください。あとね、mwebcom1 の最新な動画ね、もう見合います。あとね、チャンネル登録じゃなくて、コメント、